はい、どうもリア1です。それでは、セブンデイズ・トゥ・ダイ、ミディーバル・モッド、やっていきたいと思います。迎撃拠点がね、完成しました。棘をね、結局周りに50で置いて、で、上もね、強化してね、全部、整いましたね。いい感じ。なかなかいい感じじゃないなかなかね、鳥っぽい感じに、かっこよくなったね。使い捨てでね、あの、終わらせるにはもったいないぐらいね、いい感じに、出来上がったね。 まあちょっと準備しすぎたかもしんないけどね。1回目の報道としてはね、準備しすぎたかもしんないけど、まあプレイヤーレベルがね、121だから、結局結構上がって120を超えたからね。まあ敵のレベルももしかしたら結構上がるかもしれない。まあ1回目とはいえね、警官ぐらいは出てくるかもしんないね。わかんないけど、それは楽しみだね。とりあえずどうなるかね。よし。あともうちょっとで始まるぞ。よし。ここにも壁を設けてね、警官が出た時用に、 警官のね、攻撃を、こうやってね、あの、防ぐようね、壁があるからね、なかなかいい感じだね。下はまあ、特に何も変わってないけどね、ここが壊されると、あれかもしんないね。警官のゲロでね、足場が落ちちゃうからな。よし、始まるぞ。さあ来い。ああ、そうだ。これ用意しとかないと。よし、始まった。エクスプローディング。エクスプローディングと、あとマジックアローだ。マジックアロー。よし。あ、かっこよくなってるマジックアロー。なんか、前は花火みたいな感じだったけど、 魔法って感じになってんね。あーゴブリンだ。ゴブリンの群れです。ゴブリンの群れ。ゾンビと、雲だ。こいつらか。ああ、狼も来てる。狼も来てる。よし。ゴブリンはトゲで結構勝手に死んでいくから、そんなにだな。とりあえず、普通の矢でも行けるな。とりあえず普通の矢で、一発ずつ行っていくか。よし。ゾンビは、ゾンビは始末してた方がいいな。バズ、バズっていくのももったいないか。ナースが結構いるぞ。あと、あの、おばさん、おばさんが。 おばさんなんかし、こっち来てる。足だ。おばさんトゲで死んだ。割と強いな、あの、ナース。ナーストゲじゃ死なないね。足もちぎれないし。足だ。ナースは結構来てんな。ゴブリンと。前も確か、あれだね、前の世界でもゴブリンが来て、その後オークが来てっていう感じだったから、とりあえずオークが来るかもしんないな、この後ね。まあ、これだけで終わったらちょっと物足りないけど、どうだろうな。 前はゾンビとかあんまりね、あの、こっちに向かってこなかったけど、アップデートでちゃんと向かってくるようになったのかななんか、あれだね、途中で引っかかったりとかしないね。ナースが普通に、ナースしか来てないけど、ナースばっかりだな。ナースしか出ないのかな普通にね、他のゾンビは出てこないのかななんかそんな感じだよね。ナースばっかりだよね。全部ナースだ。全部ナース。回復くれるかな回復いっぱいくれるかもしれないな。されないけど。 向こうまで行ってあされないかなてか別に全然届いてないからここに降りても全然余裕だなあさっとこ漁あさりながらいけるとあ包帯だやったぜよしゴブリンぐらいだったらここであれだなこのトゲで足止めしながらこうやって攻撃できないことはないねよしだいぶ片付いてきただいぶ片付いてきたけど向こうにまだちらほら出てんないっぱい出てきてんなトゲがそのうちなくなっていくぞとりあえずまだまだ全然余裕だね まだまだ余裕。よし。勝手に死んでる。勝手に死んでる。余裕だ。マジックアローも使ってみようかな。爆発じゃないと思うけどな。使ってみよう。あ、普通に。普通に当たる感じだね。やばいやばい。狼。狼はちょっと厄介だから。始末。しよし。おぉ、来た来た来た。多くが来た。多く。多くだ。来ましたね。出始めましたね。こっからかな。こっからが本番だ。よし。よいしょ。よし。ダイヤウルフとかも来るかもしれない。 あそこで戦っとるは多くと。よし、あそこにマジックアローを一発かましてみるか。ああ、来て来てああ、ナイトメン起きてる。眩しいな、これ。めっちゃ眩しいね、このマジックアローね。効果のほどはあまりよくわかんないけど。おお、一撃。よし、いいね。ああ、割と強いね。割と確かに強いかもしれない。あ、強い強い。ダメージは多分当たっただろうけど。おお、強いね。確かに。トロルウォーリア。あ、外した。おお、いいね。確かに威力は半端ね。 なんか、あれだな、まぶ、この、光ってるから、光って飛んでったりしたらかっこいいだろうね、余計ね。光ってキラキラってなりながら飛んでったりしたらね、かっこいいだろうけど、無駄にエフェクトが重くなりそうだよね。なかなかいいぞ、強い、めちゃくちゃ強いな。ほぼほぼ一撃で倒してるんじゃないうん、トゲのダメージは少し入ってるだとしても、ほぼほぼ一撃で倒せるば、つえつえ、つえわ、すげえつえ。こう、単発だからしかも、こうやってね、まばらに、 あの、爆弾やとかね、使うでもないところにいいね。ナイトメア。ナイトメアが一番まだタフだな。あ来てるブルートが、ブルートの大群。え、ブルートの大群来すぎじゃねあれブルートいっぱい来すぎじゃね今までこんな来てなかったのに。ブルート来すぎじゃねちょっと待って。ちょっと待って。想像以上にレベルが上がってるぞ。やべえ。さすがにマジックアローでも、さすがに勝てえな。ブルートは、ブルート来すぎだよ、これ。やべえな。これ、殲滅できるかな。 どうする剣は剣届く剣届かしてる場合じゃねえよこれ剣なんかでちまちまやってる場合じゃねえバズるかいやここは爆発や爆発やだなもうやべえやべよなやべえやべえそこまで来てるみんなやべえ爆発や爆発や撃て撃て撃てよし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 いいぞよし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 綺麗に綺麗にシンクロして死んでいくよしよしよしもうゴアブロックも回収できなさそうだなあんなに固まったらうわまだまだ来てるしブルート来すぎじゃねブルート多いよこれやべえ マジかよ。ちょっとこっちに、こっちに誘導しよう。トゲがなくなってくるぞ。あそこのやつも、あそこのやつは始末して、こっちに誘導しないとトゲがまずい。トゲまずいわ。マジかよ。ブルートこんなに来るとはな、あー壁乗り越えた。あいつ壁乗り越えやがった。危ない危ない、危ないな。よしよしよし。やべえな。うわ、すげえ。え、どんどん来るじゃん。もう全部ブルートじゃん。全部ブルート。マジかよ。ちょっと待ってくれよ。 マジかよ、まだ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 やばいぞこれ次どうなんだ次次の軍団はどうなるか怖いな全部ブルートだからほんとにまだなんとかトゲと爆発やでなんとかいけてるななんとかいけるぞこれ危ない危ない警官は出てこないねなんだなんかいるブルートかあブルーとが壊してるやめろやめろほら暗いマジカロうわ危ない危ない危ない危危ない危ない危ない攻めて,てきやがったマジカロ暗い あ、でもだいぶ枯れてきたな。枯れてきてる。次の軍団が来るかもしれない。こいつらを全滅したら、新しい奴が来るかもしれないな。マジカロー、くらえ。くらえ。やっぱり硬い。やっぱり硬い。さすがのマジカローも、こいつらにはあんまり効かないからタフだからな。うわ、出たー。出ましたちょっとまだ死んでないんだけど、一体生きてんのよ。よし、出ましたね。よし、一旦上に。マジカロー、くらえ。くらえ、聖なる、聖なる矢。ホーリーアロー。ホーリーアローか。 やばいやばい危ないやつに攻撃をさせるんじゃないやつに攻撃いてっなんだとなんだ今の何で殴り食らったんだ今の今の殴り食らう危ないやばいやばいな今のはまずバズっていこうもうバズろバズだライトニングライトニングバズだくライブドライブなんか弾け飛んでるなんかゴアブロックが弾け飛んできてる大丈夫か危ない危ないどこにあいつゲロ 撒いてんだろやばいなよしい痛いいいぞさすがにバズだ危ない危ない危ないこいつらを殲滅したらあれかな次のやつが来んのかな新しいボスが出てくるかもしれんやばいやばい足元が若干壊れているよしよし危ねちゃんと作っといてよかったなほんとにうわー来たなうわーやばいここは爆発やよしいいぞ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  あスレイヤースキルとか終わってんなスレイヤーとかどんどん終わっていくわあーめっちゃ終わってるわちょっと読んどこトークンとかめっちゃもらえてるよし読んどこまだまだ来るねあの死体ちょっと邪魔だなこの下あさるかなあさった方がいいかなあさってあれか消した方がいいかもしんないな壊れるか分かんないけど殴って壊れるか分かんないけどなとりあえずあさっとこうあーすげえライトニングロッドだやったぜ新たなライトニングロッドゲット 壊れる。あ、壊れた。よし。あれ、回された。い。あれ、回された。い。7秒。ちょ、来ないでね、君たち。怖い、怖い、怖い。さあ、取れ。さあ、いざー、トロルウォーリアが横にいる。怖い。あ取れ。よし、ライトニングロード。ちょっと弱い。ちょっと品質のしょぼい、ライトニングロード。よし、くたばれ。お前たち、弱ない。くたばれ。ドカーン。よし、いいぞ。ダイヤウルフだ。この死体も消しとこうか。この死体も消しとこう。よし、見やすくなった。オッケー、オッケー。いる、いる。 ドーンまだまだ来るかなまだまだ来そうだなこれ次は誰が来るかだな本当にこいつらを殲滅したらとりあえずダイヤウルフをこれでやるかほらよし一発一発で多分一発で確実にこいつらは死んでいくねマジックから本当に強いな明るさもあるしいいねこの弓も明るいしねよし来てるだいぶトゲがこっちのトゲがなくなってきてしまったなまずいよ ダイヤウルフだな。ダイヤウルフいっぱいできたね。ダイヤウルフと多くか。よし。まああいつら戦ってはいるけど、ダイヤウルフも結構タフだからね。トゲの方に誘導したいけど、なかなか難しいか。こっち来い、こっち。よし。殲滅できるかな。次来るのかなこれ以上来んのかなどうなんだろう。どんどん、まだ、まだ時間あるよ。まだ時間あるから、こいつらも殲滅すれば。 もしかしたら何か来るかもしれん。レベルがどんどん上がっていく。よしよし。ちょっと爆発屋で行こうか、そこは。溜まってるだろうから。うーわ。やべやべ。だいぶ、だいぶ集中攻撃されてるな、ここは。さすがにちょっと。危ない危ない。よし。ほら。トロルウォーリアーの破壊力割と高い。この強化したランプがどんどん壊れていく。やべやべ。よし。うわ、出たー。まただー。 また警官かよ危ないまた警官のターンかくれいや2体出てきた2体出てきたよ2セットで出てくるのかよいしょまだいるなザコもまだいるバズるバズるか威力的には一発の威力はもしかしたらあのマジックアローの方が高いのかもしんないでなんか脳浸透だったしあいつのリーチ長くねあいつの近接攻撃食らってんだよすげえリーチだよ よし。だからこっちには、武器が豊富にあるからね。よし、死んだから、OK, OK ーーーー。やったぜ。また多くか、また多くだ。やべえな。ちょっとずつやばい。あの辺がやばくなってきてるよ。ちょ、バズっていこう、バズって。ああ、バズ、バズじゃない。この爆弾屋もあんまりないね。あんまりないわ。大丈夫かな、これ。とりあえずまた死体漁るか。死体あって。 とりあえずね、ここの死体を取って、多くちょっと来んないよ、邪魔だ。おー、ライトニング、ライトニングだ。すげえ、ライトニング、ライトニングじゃん。めっちゃライトニングだ。うー、危ない、危ない。ほら、ほら、剣でちまちまやってる場合ではないの、ほんとに。危ない。爆弾、爆弾、よし。あー、来ました。また、ナイトメアたち。ナイトメアと、ークまた来るね。新しいやつは来てない感じするけどな。 新しいやつはまだいないのか多くとこいつらか。こいつら終わらせたらまたなんか出てくるかな警官かもしんないな。警官とずっとこれが続くかもしんないけど。やべやべ、もうトゲがなくなってんな。そこのブロックはめっちゃ持ってるけど、トゲが一切ない。こっち側のトゲに誘導したいけど、こっちからスポーンしてくんないかな新たに。そうすればね、いいかもしんないね。こっちに誘導するか。そうすれば、こっちのトゲを。 有効活用できるあ来て来てよよしこっちから来てるぞわあ、ナイトメア危ない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 バズっていこうバズってよしナイトメアこっち来いあっちに引っかかってるやつをね倒さないと壁がどんどんと壊されていくよしほらよしいいぞいいねマジックロいいねああいいね気持ちいいねこの一発で弓で一発で仕留めれるってなんか気持ちいいね だいたい敵ってタフだから一発当てても全然死ななかったりするけどやっぱこうやって一発で仕留めれるって気持ちいいね。ああいいわ。こういうのこういうのこういうの欲しいね。こういう爽快感欲しかったんだよ。いいね。おお、いいぞ。ロビンフットになった気分。よし。あいつは死なないな。よし。レベル、レベルもガンガン上がるぞこれ。弾は、弾は96発か100発くらい使ったな。 まあ、あんまりないか。半分ぐらい使ってしまった。うわ、これはいいわ。この、これはめちゃくちゃいいな。もっと作ろう。もっとマジカアロールを作って。打ちまくろう。しぶきだな。俺のしぶきになるわ、これ。気持ちいい。気持ちよすぎる。いいね。最高だぜ。まだいたか。まだいるか。ほら。こいつで最後か。こいつで最後だ。何が出てくる何が出てくる何でも出てこいよ。 うわー、でけえのが来たー。でけえブルートだー。でけえブルートが来ましたー。こいつか、新たに追加されたボスは。マジか、なんか遅せめっちゃ遅いけど、歩幅がめっちゃ巨大な割には歩幅が小さいこいつが新しく追加された、あれか、ブルートか。でけえな。巨人だ、巨人。ブルートのでかいやつ。全然何もしてこない。全然何もしてこない。仁王立ち。なんだあいつは。一体何がしたいんだ。出てきただけか。見せてくれただけか。姿を。バグってんのかな、まだ。 新しいだけで。新しい。うおー結構、つぶらな瞳をしてやがる。あ、硬いな硬い。警官よりはるかに硬いな、これ。すげえ硬いぞ。うわ、全然死なない。あ、全然死なない。なんだこれ、死んでんのか生きてんのか生きてんのか死んでんのかわからない。あ、動き出した、動き出したぞ。あー、いてっいてっいやめろよ、やめろよ。そこで攻撃食らうの。やめろ、いてっいてっ、結構持ってかれたな、ライフ。いや、危ない、危ない、危ない。危ない あ死んだ。いや危ない。やった。やったぞ。ジャイアント。ジャイアント倒し。うーわ、すげえな。こんなんで殴られたらひとたまりもないぞ。これ何くれるんだろう。なんかくれるかな。特殊な武器おー、なんだー。あの武器だ。弓か。弓だ。あんまりいらない。あんまりいらないわ。ハーネスと。あんまりいらない。置いとこう。うわ、まだ、まだいた。まだいたぞ。やべやべすげえな。もうすげえ。すーごい,いて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 。いて。 痛いな4分の15分の1ぐらい持ってかれるな結構だな今の俺の防御力とライフでこんなに持っていくんだったらすごいなさすがだなやべこいつは強えこいつは強えぞ面白いね大砲とか欲しいね大砲とかこういうところに設置してあの撃ちたいよねいやすげえなこれもう戦争だくそ全然死なねえ全然死なねえぞこいつブロックで当ててくんじゃね 当ててくんじゃねえ。半分減ったじゃねえか。やべえな。こいつのリーチが半端なさすぎてちょっと近づくのは怖いわ。ブロックは大したダメージ入ってないね。ブロックにはあんまり届いてないのかわかんないけど、プレイヤーへのダメージが半端ねえ。ちょっと回復しとこう。さすがにちょっと減ったな。どうなった新手はどうなった新手は。あれ、新手は終わり枯れたか枯れたのかもう終わりか。終わったっぽい。枯れたぞ。これで最後か。新たなねボス出てきて。 最後っぽいもんね。多分全部ね、あのー、どんどん制圧していくと、新たなやつが出てくるっていう感じなんだね。この世界のね、報道はね。で、こいつらで最後だったのかな今回は。いや、なかなか、なかなか楽しかったな。朝のね、前に、朝前にね、あのー、終わらせれたし。4444ゴールと、不吉な数字だな。よし。トレジャーのラージと、あれか、エリクサーか。持てないけど。 荷物がいっぱいで持てない。まあ、トレジャーはいいや。エリクサーだけ持っとこう。よし。すげえな、しかしこいつ。でけえな、でけえ。あいつの本当にでかいやつ。まあ、もが、ね、でかかったから、あれだけど、普通のやつよりはでかいね。あの、ブルートだけど、それの、さらにでかいやつ。ジャイアント。ジャイアントだ。こいつ、死体壊れるのかな邪魔だから。あ、壊れた。よし。すげえわ。 ハーネスと弓か。別に弓いらないけどな。弓もいらないし、ハーネスも別にいらないけど。まあ、一応もらっとこうかな。チェストに入れるか。一応戦利品を集めていこう。お、そして朝になりましたね。とりあえず、無事にこれで完全に終わりかな、フォードはね。まあ、敵も枯れてたしね。完全に OK だね。うわ、すげえな。結構壊されてるあ、そんなに壊されてないな。ここぐらいか。本当に。壊されてるの。さすがのキャッスルだな。 まあ、あとはこのランプ。周りのランプは結構壊されたけど、さすがのキャッスルだな。すげえな。すごい。強いね。いいね。当面もこっちの角は全部ね、なくなったけど、それだけだね。全然いけるね、これ。まだまだ使えるレベルだよ、これ。すごいな。いい感じに戦えた。理想通りだったな、本当にね。理想的な戦い方ができたわ。この経過も見ておこう。お、ライトニングロッドの600台やったぜ。最高品質。 あと、バズの弾も手に入ったし、やった !OK, OK。絶対落とすようになったのかなこいつ。前は絶対じゃなかった気がするけどね。なんか他の宝石とかも落としてた気がするけど、なんか絶対落としてるね。毎回、今回4つぐらいライトニングロットがね、手に入ったからな。毎回落とすようになったのかなそんな気がするね。 よし。じゃあ、ゴアブロックも一応見ていこうかな。まあ、大したものは多分手に入らないだろう。まあ、大体スクラップにするか、金にするかでいいか。おお、でもこれはいいな。最高品質の弓だ。これはいい。これにしよう。よし。いや、マジックアローが本当にね、強かったね。想像以上に強かった。あれは気持ちいいわ。使っていこう。今後もガンガン使っていこう。 お、結構レシピも出るね。これはブルートかな。ブルートが落としたやつかもしんない。ブルートも大量に来てたからね。相当な数来てたから。いろんなレシピを落とすかもしんないな。まあほとんど覚えてるだろうけどね。まあ紙は貴重だから。バズの玉作るのに必要だから。お、アンビルハンマー、チェインメイル。まあスクラップでいいかな。鉄も欲しいから。あー、でもいらないか。もういいや、この辺のものは、売り値が安いものは全部処分していこう。もうスクラップにするのも時間かかるしね。鉄にするの結構時間がかかるから。 ね。あ,あ、雲だ。雲のやつ。雲も最初は来てたね。ゴブリンと。順番で来るようになったんだね。ほんとにね。報道のあれがね。レベル的にはどうなんだろうな。報道レベルは上がったり、あれかな。下がったりというか、下がったりとかすんのかな。どうなんだろうね。わかんないけど。最高レベルとかあるのかな。今の感じは割と高かったような気もするけど、どれぐらいだったんだろうね。それはちょっとわかんないよね。このも特殊ななんか報道って感じだったから。 順番に来てたからね。お、これは、これもいいかな。売ってもいいけどな。1000、1000超えるもの以外は処分していこうかな。大したものじゃないからね。荷物いっぱいになっちゃうし、に、あれだし、近くにあの、お店ないしね。お店があんまり近くにないからな、本当に。あ、これあれか。よし。もういらないものはどんどん処分していこう。持って帰れないからな。全然。拠点遠いから。拠点は本当に遠いから。拠点近くだったらいいんだけどな。 同じものを作るかな拠点の近くにもどうしようかな本当にこれ再利用したいよね使い捨てにするにはもったいないわ本当にガンパウダーガンパウダーとかそういうのはもらっていこうあとは別にいらないかななんかないか特殊なものとか出ればいいけど何もないかなあーフルプレートとか高いから売りさばこうよし お、バズの玉。よし、バズの玉は嬉しい。バズの玉くれ、もっと。おー、いっぱいなんか、おの。あー、これ安いな。品質が残念だな。残念。800か。800ぐらいだったらもう売ってもいい気がしてきたけど。そうだな。一応取っとくか。一応候補にしとこうか。800超えぐらいで候補にしとこうか。うん、そうだな。そうしよう。あんまり1000超えのやつあんまないからね。意外とないわ。あんまり落としてない。こいつら。大してだな。あ、レシピ。これはスクラップ。 あ、読める。あ、読めるぞ。あ、新しいやつだ。あ、ロングブレードか。この、剣のやつ。まだ覚えてなかったんだ。最高の剣のやつ。あ、やった。新しいの来た。やったぜ。いいね。まだないやつがあったか。こういうの、こういうの。あるよね。この辺は、覚えてる。あ、これもじゃん。あ、これも、ストーンハンマー。おお、新しいの来るね。まだ、まだ読んでなかったやつが来ますね。こういうの欲しいね。いいよ。いい感じ。あ、439。安い。こっちは。 ああしょぼいあーこれはこれは530かしょぼいな今いいちこれもしょぼいゴブリンだなゴブリンの最初の下がしょぼいなだからゴブリンが最初に来るから必ずこいつらにゴアブロックをねあの場所を取られたらね他の後から来るブルートたちのねゴアブロックの場所がなくなっちゃうよね残念なことにほんとにこの辺ゴブリンだわ微妙にゴブリンゴブリンと まあ多くの死体とかあるかな。あ、ドラゴンブレス。ドラゴンブレスも別にいらないけどな。お、これもあれじゃん。ハンマーだ。ルーンドハンマー。おお、新しいの来るね。やったぜ。やっぱブルートかな多分ブルートの死体だと思うんだよこれ。 ブルート結構レシピね、前から落としてたイメージがあるんだよね。多くはあんまり落とさないけど、ブルートは結構レシピ落としてたから、そいつだろうな。そいつがあれだけ来たから、今までは3、4体なんだよね。来てもね。ブルート確か。3、4体ぐらいしか来なかったから、それがあのなんか一斉にね、ブルートのゾーンあったよね。ブルートしか来ないターンがあったから、それのおかげで結構いい感じにレシピとか手に入ってんな。これはでかいぞ。 すげえ。いいぞ、いいぞ。覚えられてなかったね。あのレシピが一気にね、解放ですね。なかなか美味しい。すげえな。なかなかでも手ごわかったけどね。かなり。かなり手ごわかったことは手ごわかったよ。おー、レシピ。あー、おー、すごい。チェインメールだ。これもまだ覚えてなかったか。いいね。とりあえず覚えとこう。覚えてないやつはとりあえず使わないけどね。絶対にチェインメールは使わないけど。覚えておこう。この辺も、うおー、すごいな。いっぱいあるな。 ドアブロックは山ほどあるけど特に大した戦利品はないななんか宝石とか欲しいんだけどあバズの弾いいね宝石とかさああバズだもうバズは普通のバズはもういらねえ普通のバズは私には用はないんだライトニングバズじゃないとあ包帯これなんだかこれはゾンビか最初のゾンビかああしょぼいこの辺しょぼいななんかもっとくれよ宝石とか欲しい宝石宝石くれ宝石宝石とか金のね黄金のやつあなんだこれ シルバーリング、ああ、こういうの、こういうの。こういうの欲しいんだよ、こういうの。これなんだろう、新しいかな。初めて見るね、シルバーリングは。ちょっと初めて見るし、なんかちょっとテクスチャーはおかしいか。アイコンがなんか見切れてるというか、この縁まで出てるのかな。わかんないけど。こういうの。こういうあのコレクション的なものが俺欲しいから、アーティファクトとかね。こういうのが欲しいんだよ、俺は。 売り物も,も,も欲しいけど、まあ、売らずにコレクションとかね、したいからね。向こうの世界からまあ、ほとんど持ってきてないけどね。あの、新しくワイプして、何も持ってこれなかったけど、宝系はね。おこれは、あ、これはいいね。これは売ろう。よし。武器ラックも欲しいよね。本当に。武器の種類結構豊富だからね。いろんな武器あるし、武器ラックが欲しい。あの、自分で飾れるやつね。本当に。そういうの飾りたいんだよね。あ、これも売るか。 よしああ、まただ、また出てきた。この斧。この斧が連続で出てくる。これでも修理すれば、あれだな、多分化けるな。あの、ウリッちがね、絶対化けるな。ホージドアイアンでいけるのかなホージドアイアンで修理できるから、絶対これは修理した方がいいわ。この、あれだな、最高品質の武器系。いで、いででいでいでいで、いでいで、じゅ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 待って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 。あ、なんだ、ライオン、ライオンの群れ。ライオンってなんだライオンだよ。 やばいやばいなんでライオンなんでライオンライオンなんていたかこの世界。危ない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 。ライオンの群れだ。ライオンとオオカミが。なぜか危ない。急に、急にだ恐ろしい。びっくりしたー。ライオンだ。ライオンホードだ。初めてだ。こんなのもいたのか。あー、向こうに行った。サント向こうに行ったわ。ライオンホード。すげえな。すげえ。オオカミもなぜか混じっている。ほら。 ほら。ほら。狼とかの方が厄介だわ。オークよりね。よし。やったか。オーケー。ライオンは肉くれんのかな漁されないもんね。ライオンだ。ライオンだったかなこのモッドライオンいたのかライオン確かにどっかで見た記憶はあるんだよな。このモッドだったかこのモッドで見たのか俺はライオンを。忘れたな。他のモッドだったかなと思ったけど。このモッドだったかなんか確かにこのライオンは見覚えあるんだよね。 どっかで見た記憶はあるんだけど、この元にライオンいたのか。なんか、ちょっと、なんかあれだよね。中世に、中世のこのファンタジーな感じに、ライオンってどうなんだろうとも思わないこともないけど、いそらいないことはないかでも。ライオンもね、そらいるよね。多分ね。わかんないけど。なんか、ジャガー、ジャガー的なものの方がなんか合ってるかもしんないけどね。ジャガー的な何かね。 ライオンがなんか群れをなして襲ってくるってなんか不自然だよね。まあ、ジャガーも一緒かな。この辺の、あれはしょぼいな。フルプレート。ああ、でもこれ32でも1250なんだ。すげえな。さすがフルプレートだな。フルプレートさすが。多分この辺ももしかしたら修理したら化けるかな。ちょ、一回修理してみよう。もしかしたら耐久値を回復させれば売り、売り値がね、跳ね上がる可能性があるからな。 えーっと、このチェインメール、234ね。234修理して、いくつあー、684。化けたけど、まあ、そこまでか。やっぱ、チェインメールはチェインメールだな。所詮だな。所詮、チェインメール。この、スクラップ系はどうだ ?644。ほとんどマックスだから、あんまり変わらんかな。これは。あー、851か。まあまあだな。まあまあって感じだな。この辺とか化けるんじゃないこれはどうだああ、1485。化けたね。さすが。さすがだわ。 これはもう修理して売ろうおタザの石尾のだ、やったぜタザの石尾のやったいいの手に入ったちょっと今まで使ってたのがもう耐久値がどんどん減っていってたから新しいのに交換しよういいねこういうのこういうのどんどんいいね新しいのをね入れ替えていこうこれはあーこれは微妙だなこれはいいやおまただオーフルプレートこれは絶対高くなるこれは修理したら絶対高くなるやつ うわ三3 1 0号。すげえな。すげえ。すげえわ。これはいいね。こっちにもまだ少しグーブロックがあるね。こっちの方はなんかあるかな。よいしょ。おお、これは微妙か。微妙だな。この辺はいいね。ああ、ガンパウダー。よし。こっちは。おお、アイアンか。アイアンもまあまあまあだけどね。これはこれもまあまあか。783。ほとんど修理しても変わらないかな。 あ,あ、1058まで上がった。まあまあか。いいでしょう。アイアンボーグは、アイアンボーグは別にいいかな。一個だけ。まあいいやリペアしとこう。まあ1000超えるしね。まあリペアしとこう。よしよし。よし、こんなもんかな。大体見れたね。なかなかいい戦利品もあったな。うん。いろいろ手に入ったし。なかなか、まあ敵がね、かなり来たからね。あれだけクリアね、それなりのものは手に入るよね。なかなか良かったね。うん。宝石系はちょっと少なかったけど。まあシルバーリングは手に入ったな。 あとはまあ武器とか売れるものも結構手に入ったし使えるものもかなり手に入ったしねバズの弾も回復したなあんまり使ってないからな警官ぐらいにしか今回使ってないからまあまああと警官とあれかあのでかいボスねでかいジャイアントだジャイアントには使ったけどねあれぐらいだったからなんとかねあんまり使わずにも済んだしまあエクスプローディングはちょっと結構使ったね数が多かったからあとマジックかこれはなかなか良かった本当にねこれもっと取りに行こう よし。いや、今回の方だ、なかなか楽しめたね。かなり、この準備したおかげで、まあ、でも、結構準備したようにも感じたけど、それなりにね、あの、壊されたしね、あれだったよね。あの、ジャイアントとかは、あれぐらいね、これぐらいないと、防ぎようがなかったかもしれないね。ちょっとした小さな、本当に、ぐらいだった。あの、リーチだったから、避けるとか、できなかったかもしれないね。これぐらいの広さがないと。本当に、離れたりしないとね、できなかったかもしれないし。 あの警官の攻撃も防げてたしまああいつもリーチ割と長かったから結構なやっぱ広さのもう迎撃拠点は必要な感じはあるねこじんまりとした感じではあいつらのあの巨大な感じをね攻撃をね防ぎきれないねうんあとこのトゲとでザコもかなり来るからかなりの広さとトゲでねあの殲滅していかないとって感じはありましたねいやなかなか良かったよこのあの迎撃拠点ね このゲー拠点また作ろう。拠点の近くにも同じもの作ろうかな。いや気に入ってんだよ。形も気に入ってるからな。半分壊されたけど。こっち側から見れば新品だな。こっち側から見ればだいぶ新品だ。うん。これはなかなか良かったね。いや、ホード、面白かった。どんどんね、新しいボスとかね、追加してほしいね。もっとね、いろんなやつ、巨大なドラゴンとか、そのうち来るかもしんないしね。面白い。なんか特殊な攻撃を出すやつとかね、そういうのもいてもいいかもしんないしね。 今回の報道はね、大勝利でしたね。また次回からね、あの、拠点作りね、拠点の方ちょっとサボってたからね、拠点作りして、あと、クリスタルバイオームとかの探索の方ね、行きたいと思います。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。